近鉄22,600系電車は近畿日本鉄道の標準機仕様の特急系車両である。本校では同系の狂気仕様である16,600系電車についても記述する。解説の便宜上、本校では22,600系の場合は大阪上本町駅、大阪南馬駅向きの先頭車の車両番号 F を編成名として記述する。 16600K では、吉野駅向きの先頭車の車両番号 F を編成名として記述する。ローレル賞受賞プレート 22600K 及び 16600K は、それぞれ 22000K、16400K をリファインした車両であり、次世代の汎用特急車両として開発された。22600K は、標準キ路線の特急運用に、 既存の車両と共に広く運用することを想定している。初期車の製造から40年近くが経過し、老朽化の進んだ12,200系、新スナックカーの後継にあたり、初期車の製造から17年が経過した22,000系を全面改良した系列である。しかしながら、名目の上では22,000系をリファインした車両であっても、 システムをはじめインテリアデザインのベースとなったのは2 0 2 0系アーバンライナーネクストであり同系の仕様をほぼ踏襲した。その上で分煙化対策のさらなる強化や座席の改良、AC コンセントの各座席への設置など時代のニーズに適合する要改良を図った。1 6 6 0 0系は狂気路線である南大阪線。 吉野線大阪阿部野橋駅吉野駅間の吉野特急用で運用されている1 6 0 0 0系の老朽取り替えを目的としている。設計コンセプトは2 2 6 0 0系と共通するが、吉野特急では2両編成単独での運用があることから、2 2 0 0 0系に対する1 6 4 0 0系と同様に細部での設計変更点がある。なお、 22600K は、鉄道友の会が制定する2010年ドローレル賞を受賞した。車両愛称は、エースで、22000K の ACE と 1400K、11400K のエースカーの名前を継承した。三次元曲面を描く、先頭形状サイドビュー前頭形状は貫通形で、ありながら、正面を緩やかな曲面とし、 天面や側面にかけて大きく、丸みを帯びた局面で構成することにより、2 2 0 0 0系1 6 4 0 0系よりも、さらに流線型に近づいたデザインとしている。運転台前面と、貫通扉には、大型局面ガラスを用い、貫通扉には、ホロを内側に格納できる、左右開きのスライド式、プラグドアを採用している。 車体側面の客室側窓は UV カットガラスを使用した高さ 965mm の外付け連続窓としており乗客用乗降扉は外側スライド方式のブラグドアを採用したが2万1 0 2 0系で採用されたドアステップは省略されたまた編成中の連結面に板状の転落防止ホロを備えるなお 先頭車前面には転落防止ホロが設置されていないため、先頭車同士の連結面における転落注意を促す放送装置が配送器裏側に設置されている。車体への塗り分けはこれまでの近鉄特急車のイメージを踏襲し、オレンジ地に客室側窓周りをブルー、正面窓周りをブラックの塗装としたほか、T 車、 t c 車側面の一部に8本のブルーのラインとエースのロゴタイプをプリントしているが近鉄では2016年以降に保有する汎用特急車両の塗装変更を発表しているため22600系16600系ともに塗装変更の対象とされている前頭部左右の窓の上部には HID 型の前、小灯をそれぞれ2個ずつ格納しているほか 車掌台側の窓の下部には赤色と白色が表示できるフルカラー LED 方式の行き先表示器を乗客用乗降扉,扉近くの客室側窓上には三色 LED 式の行き先表示器を備える。なお、側面表示器は特急、全席指定及び途中駅切り離し車両の表示も可能としている。標識等、微等は 車体全面底辺と廃焼器との間に LED 方式のものを装備し通過標識等として表示する場合には電球色、微灯として表示する場合は赤色に発光する。冷房装置はキセの塗装省略などメンテナンス性を考慮し通勤車のシリーズ21と同様にクーラー一体部品として規制を省略した。ただし装置前後及び装置間には FRP 規制を取り付けた。連結器は、先頭車前面が二段式電気連結器付き、密着連結器を、その他の連結面間は、棒連結器をそれぞれ採用している。二段式電気連結器の採用により22,600系編成同士の連結時には、ブレーキ制御の電気指令及びモニタ装置の情報伝送を可能としている。 パンタグラフは22,600系4両編成が、編成中2機、同系2両編成と16,600系も2機搭載とした。客室、客室前傾車体は、従来の特急車と同様に、構成車体を採用することで、大型連続窓に対応する高いネジで合成を確保するとともに、車体側面の高材厚さを減らすことで、室内空間の拡大を図っている。 客室は、おおむね2万1020系のデザインを踏襲したが、二棚上わの高さをさらに低くし、倉庫の内体追加によって缶ジューストを置けるように、配慮したほか、表示装置の大型化やコンセント、座席背面テーブル設置など一層進化した、内容とされた。室内化粧板は、客室、デッキのいずれも縦縞模様の入った白系で、 赤を基調とした客室座席と合わせて落ち着きと高級感を出すう意とされている。側窓には2 1 0 2 0系と同サイズの高さ 965mm の大型 UV カットガラスを採用し展望を重視した2万6 0 0 0系桜ライナーの高さ 890mm の側窓よりもさらに一回り広くなったことで室内の開放感を高めるとともに 車窓からの優れた眺望を楽しむことができる。ガラスを通して外から差し込む光は淡い緑色となる。カーテンはかさばらないプリーツカーテンを採用し、各座席上には個別に風量を調節できるエアコンのスポット吹き出し口を備える。客室照明は天井が淡く発光する陽蛍光灯埋め込みの間接照明とし、二棚灯仮面の照明にも 間接照明を採用している。デッキ部の照明はダウンライトのほか左右いずれかのつま板が発光することで自転車駅の開く側の扉を知らせる案内機能を備える。冷房装置は客室用として冷凍能力 19.8kW の集約分散式を各車両に2機搭載するほかトイレ、洗面所、デッキ、 運転必要として、冷凍能力 5.8kW の分散式を空 22,900K、空16,700型に2機、その他の車両には1機搭載する。いずれも静止系インバータから供給される参照、交流 440V60Hz を電源とし、稼働率制御を採用することで、機器構成を単純化しているのは2 1 0 2 0系と共通する。 客室暖房は座席下と車端部壁面下部にシーズワイヤー式ヒーターを、デッキ部暖房は PTC ファンヒーターをそれぞれ設置している。このほか、当器の急速暖房用として客室用冷房装置に電気ヒーターを内蔵する。座席改良型ゆりかご式、リクライニングシート座席間隔は22000系。 1, 1万6 4 0 0系では 1000mm であったが、2万2 6 0 0系、1万6 6 0 0系では2万1 0 0 0系、2万6 0 0 0系、2万3 0 0 0系、2万1 0 2 0系と、同一の 1050mm に拡大されている。座席には2万1 0 2 0系で採用された、背もたれを倒すのに合わせて、座席後部が沈み込む、揺りかご式、リクライニングシートを、 さらに改良したものを採用している。座席部分や肘掛け部分のクッションの硬さと肘掛けの寸法が見直されているほか、背もたれを22000系に比べて 50mm 高く設計することでプライベートな空間を確保できるよう配慮されている。従来は床置き式であったシーズワイヤー式ヒーターを座席階の吊り下げ式としたことで 新たに座席下にスペースを創出し、足を大きく伸ばせるようにするとともに、荷物置きスペースとしても活用できるようになった。座席表布は、透過門等をアレンジし、また、色彩は、赤色系をベースとして、落ち着きと、華やかさ、みやびやかさを表現した。座席背面には、近鉄特急車としては初めて吊り支え式の大型テーブルを装備し、 足を下ろすと布張りの踏み面が、バネの力で、自動的に反転することで靴を脱いだ状態でも、清潔に使用できる、固定可能な大型の跳ね上げ式フットレストと、電子機器の充電や電源等に使用することができる、家庭用規格電気コンセントの差し込み口を一箇所、備える。座席肘掛け内部には、座席背面テーブルとは別に、 座席を向かい合わせにしても使用できる引き出し式の小型テーブルを収納している。また、客室両端部には座席背面テーブルよりもさらに大型の折りたたみ式テーブルと電気コンセントの差し込み口を一席あたり一箇所設置している。車椅子対応座席は座席から車椅子への乗り移りがしやすいよう、肘掛けを折りたたみ式としたほか、折りたたんだ。 車椅子を固定するための引き出し式のベルトと座席横の窓枠下に緊急時に車掌を呼び出すためのポールボタンを設置している。化粧室、デッキトイレは t c 車に男性専用、女性専用を各1カ所と男女共用を1カ所。車椅子対応座席もよりの T 車には折りたたみ式のベビーベッドを備え車椅子でも利用できる大型の多目的トイレと 男性専用トイレを各一箇所設置している。この他に洗面所を併設する。男性専用トイレに小便器を設置する他はすべて洋式便器を採用し温水洗浄便座を備える。なお、男性専用トイレの便器は22,600系が進行方向に対して 横方向に設置されているのに対して1 6 6 0 0系は斜めに設置してスペース効率を高めている。デッキは概ね2 1 0 2 0系の仕様を踏襲した。ステンレス製の飾り板を出入り口付近に設け、その中にドア開閉を知らせる LED 式道具やおしぼり受け取り口も設置した。その他4両編成には 中間 M 社の T 社よりに清涼飲料水の自動販売機と社内販売準備室を備えている。喫煙室 22,600K、16,600K では製造当初から客室座席に灰皿を設けていない。しかしながら、社内を全面禁煙とする方針は取らずに、客室、通路、トイレ内は全面禁煙とした上で、 22,600K は空 22,900K、16,600K 22, は 16, も 16,600K の運転室跡よりに喫煙室を設置している。喫煙室とデッキの間は、タバコの煙や匂いが漏れないよう透明な仕切り板と引き戸によって完全に区切られている。喫煙室内部は、灰皿と換気扇及び大きな、側窓と、簡単な腰掛けが設けられており、 喫煙室内の空気がデッキへ流れ出さないよう配慮するとともに利用客の閉塞感が軽減されるよう配慮されている。案内設備客室案内表示機車内案内表示機は2 0 2 0系や2 1 0 0 0系、更新車で採用された液晶ディスプレイではなく 22000K、22, 16400K と同様の LED スクロール式を仕切り扉上部に設置し、行き先、停車駅やニュース、気象情報などを表示する。表示面積は 22000K、16400K の約2倍としているほか、22000K、16400K では、独立して、サインパネルが設置されていた号車番号。 トイレ仕様表示も一体化されている。車内放送は、行き先案内や、停車駅については、自動案内放送を採用しているが、一部の駅に、到着する際には専用の到着メロディが用意、されている。運転台にハンドル方式でスクタイプ運転台の、主管制御機、ブレーキハンドルは22000系、16400系と同様の2ハンドル方式による、 デスクタイプを採用した。また、2 2 0 0 0系1 6 4 0 0系では、乗務員支援用モニタ装置のディスプレイを図上に配置していたが、着座姿勢のまま操作可能とさせて、視点の移動を減少させるため、当該系列では、運転席右寄りに配置した。基本的な仕様は2 1 0 2 0系に準ずるが、 新省令に適合させるべく、運転士異常時列車停止機能を及び、運転状況記録装置、さらに防護無線装置の乾電池使用による、電源二重化等の機能を付加した。運転台窓にワイパーを設置した点は従来、通りだが、当該系列から、ウィンドウォッシャー機能は、ワイパーアーム先端から、洗浄液を噴射するタイプとなった。 制御装置走行機器の使用は 2020K に順じており、主制御機は、イグブとソシを使用した、三菱電機製、VVVF インバータ制御装置である。全電動車編成である2 2 0 0 0系と異なり、12000K から 12600K までの、抵抗制御特急車と同一の MT 比1、1に戻されたが、1機の制御機で2台の主電動機を、 駆動する 1C2M 制御を採用している。一台の制御機が停止しても残りの制御機で、主電動機を駆動することで、故障時においても自力走行ができるよう考慮されている。制御機は、各電動車の床下に2機を一体箱に収納した、携帯で搭載している。主電動機、主電動機は、 端子電圧 1050V 時1時間定格出力 230kW の三菱電機製カ後形参照、交流誘導電動機を電動車に各4台搭載する。フレームレス背面通風構造としたことで電動機の軽量化及び冷却性能の向上を図っており、さらにロータカザーナを排したことで電動機内部に、 埃が滞留しない構造の採用や軸受けの、小景化などで120万 km までの、無分解保守を実現している。駆動方式は、WN ドライブで、歯車比は4.94である。軌道加速度時速 2.5km、S。減速度時速 4.0km、S。 大阪線山和朝倉駅灰原駅間の33.3パーミルの上り連続勾配において時速 110km 以上での途半性能を確保している。台車台車は2万1 0 2 0系とほぼ同一の近畿車両セーボルスタレス台車 KD314 バイト KD314C を採用し基礎ブレーキ装置は全車に型押し敷踏みずらブレーキを加えて tc 車 t 車に、片押し、式ディスクブレーキを装備する。このほか、高速走行に対応するため、溶パ波を設置している。軸距は22000系と同様の 2200mm で、ある。制動装置制動装置は三菱電気製電気、指令式電磁直通空気ブレーキのほか、主電動機による、回生ブレーキ、純電気ブレーキ、制御圧切り替え装置。 滑走防止装置、保安ブレーキを搭載する。改正ブレーキを有効に使用するための T 車遅れ、米制御の機能を有するほか、22000系、23000系、2 1千2 0系と同様に、連続急勾配を下る、際のそもそも即改正ブレーキが失効した場合は、フェール政府の観点から発生した電力を抵抗器で、 消費する発電ブレーキに切り替わるシステムを採用していることから、電動車には抵抗機も搭載されている。本系列でも22000系、23000系、16400系、2 1千2 0系と同様に、HSCD 型電磁直通ブレーキとのブレーキ、読み替え装置を搭載する。本系列の搭載するケブス -21 アンペア型ブレーキと、 ケブス -2 型ブレーキ HSC、D 型ブレーキのいずれからの操作にも応答すると、同時に最高速度と加速性能を、並列相手の編成に合わせて自動調整する。これにより、本系列単独運転時、または22000系との並列運転時には、時速 130km 運転が可能であるが、12600系以前の汎用特急車との、 平結運転時には最高速度は時速 120km に抑えられる。補機補助電源装置は静止系インバータで参照、交流 440V60Hz を出力する。4両編成は、容量140くばのイエンビ 174D0 を、2両編成は、容量8 9くばのイエンビ -174E0 を、 それぞれ区22,900型に搭載する。いずれもインバータ部分を2機装備し、通常は1機のみの運転であるが、故障時等の場合は別の1機に切り替える大気二重系で、冗長性を確保している。空気圧縮機は1000リットル、ミニッツのものを区22,900系、さ22,700型に各1台搭載する。終電装置終電装置は、 TT7126A 型シングルアーム式を4両編成の場合は MC 車の T 車よりと M 車の TC 車よりに各1台ずつ2両編成の場合は MC 車に2台装備するパンタグラフの向きは2 1 0 2 0 k と同様シリーズ21とは逆方向に設置されている4両編成と2両編成が存在する4両編成は 大阪南波駅よりからも22,600系、マイナス差22,700型からも22,800型から空22,900型と蘇生され、車両番号の下2桁は01から不満されている。二両編成はもう22,600型から空22,900型と蘇生され、車両番号の下2桁は51から不満されている。 最初に落成したのは2両編成の22,651回で、2009年1月9日未明に製造元の近畿車両から高安研修センターに搬入された。2009年1月の搬入以来、大阪線での試運転や教習及び修熟運転、大阪上本町駅での報道機関などへの公開を経て、同年3月に団体列車として、 特急としては、同年4月1日より、営業運転を開始した。2008年度は製作費として19億円を投じ、2両、編成1本と4両編成2本を製造した。さらに、2009年度は22両を導入し、12,200系との置き換えが行われた。2021年4月1日現在、4両編成2本と2両編成12本の、 計3 2両が在籍している。工術の阪神直通対応改造により、工事が行われた4編成は、登場当時から所属していた最大事件尺から2013年3月17日に行われたダイヤ変更に合わせて、高安県尺に転属となった。これに伴って、 高安県区に所属していた22,654回、22,655回や 22, 系2 2 0 0 0系二両編成者の一部が最大次県区に転属している。2012年12月末に22,601編成、22,651編成と、2013年に22,652編成と2月末には22,602編成が、 阪神電車への直通運転に備えて、阪神用の列車選別装置や阪神、ATS 関連機器の設置や、運転台周りの改造が行われた。阪神電鉄線は、今まで、桜川駅異性には、乗り入れていなかったが、2014年3月22日からは、団体客向けの臨時列車として、神戸三宮駅まで乗り入れが開始された。乗り入れは、 蒸気街頭編成で4両プラス2両の6両編成となる。それに先立ち同年2月3日から2月4日にかけての深夜に22,652編成プラス22,601編成が乗務員訓練のため阪神の天ヶ崎車庫まで改装され、本形式の阪神乗り入れが実現した。 2016年7月に検査出場した22,656回を皮切りに2018年までに車体塗装が順次変更された。塗装デザインは22,000系更新車に準拠しているが、22,000系で新規にデザインされた愛称や車両形式名をあしらったロゴマークは本形式においては省略され、新造時からのロゴマークは剥離された。 2017年2月1日、ご移動研修車庫に留置されていた、明星検索所属の22,658、編成編成の空22,958に、新日鉄住金製 PQ モニタリング台車が装備、されているのが確認された。2010年に2両編成2本が製造され、 もう16,600型から 91,6700K の二両固定編成となっている。車体は 22,600K と同様のデザインであるが、戦術のように、バリアフリー設備などを収める関係で扉、窓配置を見直しており、上高扉はもう16,600型に1箇所、91,6700型に2箇所設置し、もう16,600型に喫煙室。 16700型にバリアフリー設備の設置に変更している。走行機器は標準機線ほど高速、急行倍走行がないために1万6 4 0 0系と同様に標準機線車両より性能を落としたものを新たに採用している。主電動機は三菱電気製定格出力1 8 5キロワットの参照交流誘導電動機で将来は 標準機路線の通勤者とも共用できる構造としている。フレームレス背面通風構造としたことで電動機の軽量化及び冷却性能の向上を図っており、さらにロータカザーナを廃したことで電動機内部にホコリが滞留しない構造の採用などで120万 km までの無分解保守を実現しているのは 22600K のメガバイトマイナス5097ビート。 同様である。歯車比は6.31に設定されている。制御装置は 1C2M 方式のイグブと阻止仕様の VVVF インバータ制御で、主回路は20系となっており、通勤車6820系の装置をベースに、特急車用に改良したものである。そもそも速回生ブレーキも装備するが、 2 2 6 0 0系では装備している改正制度が執行した際に発電制度に切り替える機能と発電制度用の抵抗器を省略する代わりに運転席に改正執行状態を知らせる表示機能を設置している。その他のブレーキシステムは2 2 6 0 0系と共通である。台車は狂気用ボルスタレス台車を装着する。 2 2 6 0 0系と異なり溶断波は備えていない。補助電源装置は容量8 9馬の静止系インバータを区16700型に搭載する。インバータを2機装備し、上長化を図っているのは2 2 6 0 0系と同一である。空気圧縮機は1000リットル、ミニッツのものを区16700型に1台搭載する。 1 6 6 0 0系の車内2010年5月6日より、試運転を順次実施し、同年6月19日から営業運行を開始した。2019年4月現在、古市建築に配置されている。新塗装の1 6 6 0 0系2017年9月、同明寺駅で、撮影2015年に、 近鉄から一部の汎用特急車両に対する車体、塗装変更が発表されたが、本系列では2016年度中に車体塗装の変更を完了した。近鉄16,600系電車に関するカテゴリー。ありがとうございます。